道路脇の斜面が崩れる恐れがあるため、説明や申請手続きは弁護士法人青にお任せください。花火大会にご来場いただきまして誠にありがとうございます。すごいな。すげえ前じゃない多分。すごい。音が怖いんだけど。さあということで帯広に来ています。今日は花火大会です。奥さんもいます。楽しそうだ。ありがとう。美味しそう。すごいよ。はい、はい、茶道預かりします。はい、ありがとうございます。ありがとう。タウン、イノビー、インテリア、未来は情熱の、そしてまた人入ってないか。入ってないよ、だってここにいます。金属管を打ち上げ前の午後6立ち入り規制区域です。大会関係者以外は通行はできません。めっちゃ並んでるけど暇だから並びます。あと2時間半、はい、やったぜ。45分並んでた。さあ会場の皆さん、こんばんは。その感覚に余裕を持って手すりにつかま。第72回八幡花火大会オープニングは熱源グループ提供、Be More Free。 煙がすごいです。すごいね。
流れないね、煙で。第72回カチワイ花火大会グランドフィナーレ進化戦勝。帯広駅に着きました。30分ぐらい歩きました。18分後ぐらい。疲れたね。めっちゃ疲れた。首が痛い。上見てたから。そう、ほぼ真上で。24度。現在の気温24度です。ちょうどいい。雨も降らず、ちょっと風が吹いてて一番いいコンディションだったわ。
幕別方面池田行きは湾岸線。あ、もう来てるわ。新都区行き列車です。発車までもう少々お待ちください。これ一個ずつさ頼む。うん。ウーロン茶。ウーロン茶。食べよう。食べよう。ついよ。はい。これ？うん。いいのこれ？いいよ。食べやすいの。ありがとう。暑い。これは炭火焼き。はい。うまい。うん。柔らかい。あ、賞味期限3時間のやつ。あ、それがこれ？あ、こっち。おお、サクサクパイ。これはこういう本店の店舗じゃないとないやつ。あ、マルセイバターサンドのアイス。のアイス。すげえ。これウェットティッシュ。はい。